メイク落として寝ちゃってました。ご飯食べて、やっぱ顔むくんでるね、なんかすいませんけど、せっかくなのでショールームしました。なんでかって、なんで配信したかって、寝て元気だからです。すっぴんなんですけど許してください。最悪だよね、髪型そのまんま。夜寝れなさそうだけど、だけどだけど明日お休みなんです。嬉しい、そういっぱい寝れるんです。でももうね、早く寝ないとやばい。ニキビが1、2って今2個あるんですよ、ニキビが。なんと大変なことに、前髪は直しました。なんか前髪ブローだけしました、アイロンを通さずに。ちょっとすっぴんにカラコンしてるのでなんか変ですけど許してください。こんにちは。なんかみんなの SNS とかみんなのコメントとかさ、なんかいろいろ見てたらさ、なんか喋りたくなっちゃった。今から夜行バスで帰ります。やば、ありがとう。寝てね。確かに垂れ目だ、メイクしてないから。テンション高いな。高いです。なんかさ、やっぱさ、なんか選抜発表があってから別に浮かれてるとかそういうのじゃないですよ、決して。でもさ、なんか日常の多少の嫌なことはなんかもうどうでもよくなっちゃう。なんか街中でさ、なんか嫌だなって思うことあるじゃないですか。例えばこの前この前またね、 SNS に載せるからみんな絶対に見てね。旅行行ったんですけど、波動旅行ね。なんかさ、こうやってパーってね、ぶつかっちゃったというか、こうなんかあーってなっちゃったんですよ。でね、私はすぐそういうの謝るんですよ。なんでかって、平和主義だから。すぐこうやって、あ、すいませんって謝ったら、そのなんか OL かなんかの OL ぐらいの多分女の人一人で来てて、ごめんなさい愚痴とかじゃないんですけど、その人にね、なんか睨まれて、こっちは謝ったのに睨まれて、しかも別にどっちが悪いとかじゃないじゃないですか、そういうはっってなるのって、なのにみたいな感じで睨まれて、もう悲しい気持ちになったんですね。私はこっちはすぐ、あ、すいませんだのにって睨まれて、もう超悲しい気持ちになって、でそれが駅じゃない、羽田空港の、あの荷物検査した直後だったんですよ。同じところをこうやって通ってて、でなんかこういうトレイみたいの返すじゃないですか。その後にパッてトレイ返した後に振り返ろうとしたら、その人がいて、でカッて睨まれたから、もうって思って、そう思ってたんですけど、まあいいや、私選抜昨日じゃない、私選抜入ったからこれからいいこといっぱいあるもんって思って、しかもその人行き先一緒でした。めっちゃおもろい。行き先一緒で、座ってる時におばあちゃんと行ったんですけどね、座ってる時にその人がいて、気まず、めっちゃ気まずい、相手いたし、しかもそう、いいもんって。でもさね、なんかドボンコンサートも入れてさ、こうやって選抜発表あって選抜にも入れていただいてさ、そんな中でやった今日のファンミーティングだったから、まあ、もちろん別にどんな状況でやっても楽しいし、すっぴんですごめんね。楽しいし、楽しい気持ちは変わりはないんだけどさ、そりゃね、わかりますか、ちょっと違うじゃないですか、それでやるのと。なんかやっぱ変だね、このすっぴんにメイクをして髪よけやってるっていうのが、もうなんかとんでもない感じなんですけど。でもメンバーはよくこれあるんですよ、先に髪の毛とかやるの入ると
あのね、そう、先に髪の毛やってもらってメイクする前に髪の毛だけやってもらうとこういう感じです。スピンだけど髪は可愛いみたいなそう、ドボン生誕選抜発表の流れすごい幸せだったね。ありがとうね。なんかさ、チーム4の時にさ、私のことをこう好きになってくれたり応援してくれるようになった方々がね、そうやってチーム4が終わってもなんか応援してくれたりとか好きでいてくれたりとか、なんか私に構ってくれたりとか、嬉しいです。すごく今日もね何人かいらっしゃって、え、そう、でもさ、たださ、ドボンさ、そう、めっちゃさ、そう、めっちゃ外れちゃったみたいね。ねえ、やばいよね。ねえ、15歳ね、嘘でしょ。でも最近さ、それ誰だっけ、前メグさんにも言われた。まだ17、18とかに見えるよって。マジで好きだわ、なんて。私もマジでみんな好き。ねえねえ、そうそう、なんだっけ、何食べたい今。今はでも明日ママと、そう、明日お休みね、本当はお家にずっと、もう映画見漁ろうと思ってたんですけど、明日ママとお昼ご飯だけ食べに行く約束したので、それが楽しみです。今はドボンね、本当めちゃめちゃ倍率高いらしいですけど、まあさ、まあ皆さんいろんな気持ちあると思うけどさ、ね、やっぱね、うん、難しいよね。頑張ってくれた人にも来てほしいしさ、でもさ、みんながみんなさ、やっぱそういうドボンとかにさ、こうね、いっぱいできるわけじゃないじゃないですか。だからみんな来てもらいたいしね。そう、最初の10分だけ見ちゃう。目が腫れてるね。でもこの前ちょっとだ、あの、あ、よしこちゃん、よしこちゃん、タワーありがとう、タワーありがとうございます。嬉しい、今日も遠くから来てくれてありがとう。また63枚目シングルもいっぱいお話できるの楽しみにしてます。いつもありがとう。初選抜おめでとうございます。知った瞬間泣きました。優しい、ありがとうございます。嬉しい。なんか SNS とか今でも選抜おめでとうみたいなさ、こう何週間語った今でもそうやってコメントが来たりして嬉しいです。ちょ、マジでちょっと待って、本当に顔がやばい顔が、ごめんなさい、顔がひどい、顔がひどい、いやだ最近は保湿クリームをもうめっちゃ、あ、そう、あの CM させていただ、あ、タワー来た、おー、りんたろー、タワーありがとう。最近めっちゃ来てくれるようになって、なったファンの方ありがとう。今日も来てくれてたよね、あれ、うん、そうだよね、ありがとう、嬉しい。いっぱいこれから一緒に思い出作ろうね。そう、コラリッチの CM に出させていただいたんですけど、その時にいただいたんですよ、そのクリームをね。それをめっちゃ、本当にめっちゃいいですよ、コラリッチのなんかジェルクリームみたいなのがあるんですけど、もうそれをたっぷりたっぷり、もうペタペタに塗るのにハマってます。あ、前ブームあったわ、これだ、保湿。そう、こんばんは、こんばんは。あ、そう、22日も公演あるんですよ。
それが最後かな、年内。どうなんだろう、26の週あるのかな。今んとこ私は知らないから、うーん、22が最後かな。22って確かみずみんと出れる日違うか、それは 19? なんかどっかでみずみんと一緒の日あったよね。19か。みんな公園ぜひ来てください、いっぱい会いに来てね。今日は顔が幼いね、多分メイクしてないからだと思います。前髪かわいい。さあさ、今始まる前に急いでちょっとだけこうやってやりました、クジと。うん、声当ててください。頑張って。こんばんは。今日のイベント行けずでごめんね。全然だよ。ありがとう。可愛かったでしょ、衣装とか見た？昨日最前で見ちゃったから今月当たらないかも。そうだったね。みずみんと一緒の公演、誰かが修羅場だって言ってた。何人かいそう。そんなことない。今日の今日飲み会でエミの写真見せたら可愛いって言ってたよ、めちゃくちゃ好きだわ。お、嬉しい、ありがとうございます。衣装最高だったでしょ、でしょでしょでしょ。一列目とかからだと余計に細かい、こまごま、え、近づくとニキビは細かいとこまで見えたんじゃない。初選抜かおりちゃんも喜んでるかな。かおりちゃん連絡くれました。てか卒業した16期いっぱい連絡くれて、そう嬉しかった。かおりちゃん、そう LINE くれました。うん、そうなんです。あ、EX 大衆読んだよ、ありがとう。 EX 大衆、イーリさんだ、対談。 EX 大衆、私も明日ゲットしてくる。選抜おめでとう、ありがとう、嬉しい。ビンゴリーチまで行った。暑い中あの衣装で頑張ってよかった。そう、めっちゃ暑かった、あの衣装間違えちゃった、あれでやるべきじゃなかったよね、ダンスなんて。しかもさ、なんかあれですって、会場内かステージ上か分かんないけど冷房なかったらしい、あそこの場所冷房なかったんだって。なのにさ、あんなふわふわもこもこのさ長袖でさふわふわもこもこの長袖で喋って歌って踊ってってやったら信じられんくらい暑かった。キャワな髪型、そうだよ、ハーフツインだよ、好きなんでしょ、ほら。ゆりさんもメイク褒めてたし、ファンクラブとか TikTok でもメイク系あったら嬉しい。そうだよね、今日ね、でもねちょっとね回したのよ、あの始まる前にメイクしてるところ、これがこうでとかはちょっと時間なかったから紹介できなかったんだけど、そうだからそれファンクラブでちょっとのっけるね。うんうん、そう。あれ熱かった。そう、まなかちゃんにもさあちょっとあのかぶったんですけど、楽屋がね、楽屋の時間が、え、それでランダムプレイダンス10曲はやばいでしょってそれはバカって言われました。バカでした、バカでした。今ほんと顔がむくんでる、顔パンパンなんですけど、そんなところも好きでいてください。ビンゴのチェキは X に載せときました、ありがとう、嬉しかったね、嬉しい、ありがとう。
めっちゃメイクして知りたい、本当ね、メイク動画撮りたい、載せたい。え、なんかさ、ファンクラブでそういうのもやりたいね。メイクをその場でやるってなるとちょっとすっぴんをさらすことになるからあれだけど、なんか例えば女の子と一緒にね、メイクしたりとか、これがこうでとか。そう、風は吹いているわね。やったことなかったんですよ。なんとなくしか分かんなかった。あ、メイクされたい、ファンの子をメイクするってこと。そんな技術はありませんが、でもね、私のでよければぜひ共有してみたい。可愛い声する。そう、でも名前をね呼んじゃうと多分もうワンワンしちゃうので、ちょっと今呼ばずに。次のファンクラブイベント情報まだかな。次はお花見ぐらいの時期かね、多分春ぐらいじゃないですかね、多分ね。どうやってメイクを覚えたか、うん、最初はなんか講習みたいのしてもらいました。16期で一番最初に入った時、私は高校1年生に入ったんですけど、全くメイク知らない状態で、メイクの技術とかない状態で入ったので、これがこうでこうでっていうのはなんか最初にね紙に書いてもらったのをもらった記憶があります。うん、それ以降はあのね、なんか雑誌で見たりとか動画で見たりとかして覚えたりしてます。そう、質問当たって俺のプレゼント品ファンの皆さんにバラされた。そう、今日ねめっちゃびっくりすることがあって、なんかあの場で言うかもやって言わなかったんですけど、今日ねそう、高校の友達がね来てたの。めっちゃびっくりしたんですけど、しかも何にも言われずにだったから、本当に、しかも卒業してからその私が AKB 入ってから全くプライベートとかで会ったりしてなかったので、もうそこで久しぶりに見るみたいな、マジでびっくりした。本当にびっくりしたんですけど、あの時に気づいた、練り歩きの時にえみたいな、本当に超びっくりした。ってことはファンクラブ入ったってことだよね。やばくない？友達いたんですけど客席に、めっちゃびっくりした。しかも可愛かったし、めっちゃ高1の時に同じクラスだったのかな。そう、優しいお友達でね。そう、めっちゃびっくりしたんですけど、なんかさ、ちょいちょいさ、選抜入った時とかもインスタの DM とかでおめでとうみたいな、高校の友達とか中学の友達とかが送ってくれてたりしてたんですけど、その子からは別に特に何の前触れもなくだったので、そう、やばいよね。お見送りでね、びっくりしたって言った。そう、まあ、どっかにいました今日の客席内のそう、めっちゃびっくりした。サプライズだったのかな。そうなんです。みんなありがとう、来てくれた皆さん。なんか初めてのファンクラブイベントだったので、どんな感じでやったらいいかとかちょっと分かんなかったんですけど、自分なりに頑張ってみました。ステッカー、次はもう少し大きめのも作ってくれる。あ、ほんと？ステッカーってさ、シール、あれってシールになってるんだよね確か。永田真由美って本名ですか？本名です。
暑かった、めっちゃ暑かったただでさえ汗っかきなのにさ、あの衣装本当に可愛いよね、着てみたかったので、なんかクリスマス衣装何がいいかなって思って、赤いサンタのクリスマス衣装もいいなと思ったんですけど、今度握手会で着るしなと思って、そう、あのやつにしました。今はノーメイクです、すみません、すみません、こんばんは、こんばんは。そう、まゆさんの衣装でした、めっちゃ可愛いよね、あれ長袖になんかポンチョみたいなのになってて、あ、そうだそうだ、TikTok と TikTok とインスタ更新したのでぜひ見てください。 TikTok なん全然再生数回らないんですけど、なんであんなにあんなに可愛いのにじゃなくてあんなにあのいい感じのイルミネーションのとこで撮ったのに、どうして今あの旬な1ヶ月前じゃない、間違えた、1年前くらいに流行った曲なのかな、流行ったというか TikTok 内でね、見てね。でもね TikTok はそういう再生数とかに、もう再生数とかにこだわらずにやっぱ投稿することが大事っていうのをそう知ったと思うので、知ったと思うので知ったので、私は63枚目のシングル期間毎日毎日更新するので楽しみにしててください。皆さん毎日見てくださいね、毎日その曲で踊りますから、63枚目の曲で毎日更新しますそう、やっぱ選んでもらった時も全力で盛り上げますっていうのを口にして言ったので、はい、楽しみにしててください。でどんな曲とかどんなダンスとかどんなあれね、まだ全然わかんないことが多いんですけど、いっぱい更新したいなって思ってます。あ、そしてさ、今日ファンクラブイベントでも言ったんですけど、今日ね、今日ファンクラブイベントでも言ったんですけど、あの握手会でそうナンバーワンになりたくて、やっぱ今は握手会といえばみたいな人がいないなって思ったので、私は握手会すごい好きなので握手会で一番になりたいなって思ってます。次はまあそれは何をもって一番っていうのかはちょっと分かりませんがそれがさあこう並ぶ列なのかとかだけど、そう、なんか握手会といえばみたいななりたいです。一番楽しい、本当初めてあやみんの握手会行った時噛み対応噛みすぎてびっくりしちゃった。嬉しい、また来てね、なれるよ、全体公開させないアイドルさん、嬉しい、ありがとう。エイミン的に自分の握手会のおすすめポイントは、私的におすすめポイントは、あれで来ても大丈夫、何初めましてで何にも喋れない状態で来ても大丈夫、
あ、あとお見送りがある、私の握手会はお見送りっていうのか知らないけど、なんかさ、あのゆきりんさんとかなるたおさんとかのさ YouTube にいるマネージャーさんにさ、あれってずっとやってんのって言われて、そうで、そうですみたいな、もう昔からなんかやっちゃうんですよねって、本当に無意識でやろうって思ってるわけじゃなくて無意識でやっちゃうんですって言ったら、そういうとこだよねって言われましたそう、初めましての時隣のレーンから手振ってくれたのがスタートだったの今でも覚えてる。え、それがスタートなの、初めて聞いた手振ってよかった。じゃあえ、みんな私行ってみたくなったでしょ、来てね、今受付中だからぜひ。そうだ、皆さん今受付中ですよ、申し込んでくれてますか。顔と名前どうやって覚えてるの、うーん、なんだろう、なんかやっぱ基本結構よく SNS 見るので、その SSS だって、 SNS で S さんがいっぱい登場したSNS でなんかコメントしてくれたこととかで今日の話した内容とかと一致させて、ああの人かって、何何さんって言うんだっていう風に覚えたりしてます。エミ SNS 見てくれてるからちゃんと初めてでも覚えてるのすごいと思う。あ、そうそう、なんとかですって言われたら、ああのいつも DM くれるなんとかさんみたいな、ウィバースでやってるよねその名前でみたいなのとか。だから皆さん、これは私に限らずなんですけど、あれですよ、 SNS の名前と普段呼んでもらってる名前、なんていうの、メンバーに呼んでもらってる名前一緒の方がいいと思います。多分 DM 読んでます、なんか読んでるって言っていいのか分かんないけど、読んでる。11月久々にあやみ見たら相変わらず可愛くてひっくり返ったそれありがとう。 100% 覚えてくれてるから嬉しい。あとインスタのストーリーいいねまでしてくれるから、あ、インスタのストーリーメンションしてくれたのよく見ます。SNS で呼んでもらって名前違うので出直してきます。もうね、覚えたりしてるの、そう、人だとかはね大丈夫だけど、新しく覚えてもらいたいなみたいな人がいたら一緒の方がいいです。どうしちゃったの急に、どうしちゃったの急に、そんなにさ怒らないでよ。みーちゃんファンですが選抜おめでとう。明日みーちゃんのファンクラブ限定オンラインお話し会参加する。お、いいね、選抜おめでとう、ありがとうございます。そろそろ長友さん呼びから呼び方変えようかな。なんて呼ばれるの好きですか。あやみんとかあやみちゃんとかが多いかな、やっぱり。どんな呼び方でも好きです。そう、 X のハッシュタグは見たりしてます。ありがとう、みんないっぱい。私がさ、もし、てかさ、全国ファンミーティングあるよね、またどうなんだろう、みんな一緒にさ。あ、マロン、ちょっと待ってて、みんなちょっと待っててね。
じゃマロンがいたずらしてると思ったら全国ファーミンね、いろんなとこ行けるの楽しみ。ね、きっとあると思う全国ファミ。どうなんだろうね。北海道めっちゃ寒かったみたいね。雪降ってたもんね。だって。楽しみですね、これからの、これからの未来が、これから来年の活動が楽しみです。なんか未だにさ、なんか実感湧かない時とかがあって、ふとファンの方のコメントとか見てはっってなる時、あ、リミスタね、リミスタをね、こうやって書きながらさ、何々さんって言ってこうやって書いて書くんでしょ、サイン。すごいよね、それも。どうしたの？どうした？どうしたの？眠いの？目を吠えたら。ワンじゃない、ダメでしょ。マロン。何か言ってるんだよね。歌番組とかね。いっぱいあるかね。ようやくスタートラインだね。そうね。いやー楽しかったな。なんか歌番組とか可愛く映れるかな。映りたいな。なんでひっそり応援しないでさ、あのさ、なんてひっそりの逆って何？こっそり？違うか。ひっそりの逆って何？はっきり、はっきり応援してください。ね？ファンクラブインベントめちゃめちゃ神上でした。本当嬉しい、ありがとね。楽しかったです。私も歌詞間違えたけど途中。ん、なんか違うなと思ったら歌詞間違えてた。でそう、あのさ、まなかちゃん、え、まなかちゃん結局歌詞どうしたのかな。二人ともさ、そう、もともと聞いてたのはなんかカラオケみたいな感じで聞いてて、あ、じゃあ歌詞あるのかってお互いそのつもりだったら歌詞がなくて間違えちゃった。ダンスも頑張ろう。だってさ、いつもは踊れるんだよ。踊ったことなかったからさ。この曲のほとんどは一人で歌うもんね。そう、でもね、あれ、まなかちゃん、
そう、まなかちゃんはさ、それでなんかモニターを持ってきてもらって、モニターで歌詞を出してもらったらしい。分かんない、結局そうしたのか分かんないけど、今日の途中経過の時、あー、ランダムプレイダンスはあの風も、待って。マロがいます、ここに。ママが、マロンがワンワン吠えてる声に反応して、何やってんのって来たから、見えてはいけないものが見えてね。え、でもワンちゃんってそれあるらしいですよ。ワンちゃんって結構あんってなんか急に見た、急になんか空間を見て吠えたりするんですけど、結構そういうちょっとの例えばホコリとかが舞ってたりとか、そういうのに反応したりするんだって。マロン毛の色薄くなった、だって。そうだね、もう5歳だからね、だんだんと薄くなってきてるね。そう、抱っこするとおとなしくなるんですよね、結構ね。抱っこしてほしかったり、あ、ママがおもちゃ持ってきた。昨日もマロンと一緒に寝ました。私の宝物。確かにおもちゃに負けた。マロンはおもちゃが大好きなの。で、そう、旅行に行くときにいつもマロンのお土産も探すんですよ。やっぱマロンも家族だからさ、家族にお土産買ってくるのと同じようにマロンのお土産も探すんですけど、札幌に行ったときは空港になんかあのキャラメル屋さんってわかりますか？キャラメル、有名なキャラメルあるじゃないですか。なんかなんとか牧場みたいな、こういう丸いのに入ってるあのお店があって、そこにワンちゃん用のもうなんか売ってたんですよ。そう、あ、そう、それ花畑牧場、それ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 、そう、ワンちゃん用のも売ってて、今回はそこでマロンに買いました。でもおもちゃは家にさいっぱいあるから、しかもそういうお土産屋さんとかのさ、なんかぬいぐるみとかって高いじゃないですか。そうで、結局マロンすぐ飽きちゃうから、だいたいいつもお菓子とかで探すんですけど、お菓子とかがなかった時はもう泣く泣くぬいぐるみとかにするんですけど、そう、こんばんは、こんばんは。あ、そうそう、花畑牧場の、そうそう、ワンちゃん用のやつのジャーキーを買いました。牛と牛じゃなくて、なんだっけ、牛と鹿、牛と牛は一緒だ。牛と牛じゃなくて牛と鹿。マロンはママが持ってきたおもちゃで遊び始めました。そこで今日ありがとね、こちらこそだよ、ありがとう、遠くから。めいっ子にぬいぐるみ無限に買っちゃう。そうだよね。
今日も綺麗でした、ありがとう。牛球だね。座布団1枚取ってて、ふわふふわふ。北海道は波動旅行で行きました。今日は楽しかったから明日はサウナで汗かいてくる。いいね。楽しかった。あのあれ当たった人たちもおめでとうございます。ビンゴなんだっけ、生写真とチェキと、生写真とチェキと、あのあれ生写真とチェキとなんだっけ、私物、私物そうレッスン、レッスンシューズ入れ、そう、ビーチまで行けなかった名前間違えたやつはどっか行きました。どこ行ったんだろうあれ同じ名前のスタッフさんが いればね渡せたのにどっか行っちゃいました。ごめんなさいね、本当にすみません、反省してます。間違えちゃったんです。リーチって叫びたかった。でなかなかさ、みんなねビンゴしてなかったよね。一番最初にリーチした人が全然上がってなかったりとか。そう、選抜になると不思議とオーラが出るのか、こっちの見る目が変わるのか、輝きが増すの不思議。でもなんかそういうのありますよね。やっぱ歌番組とか選抜でいっぱい活動してどんどん磨かれていくみたいな。そう今日のビンゴダメだったけど地元のスーパーで3000商品券当たった。え、すごい、めっちゃ良くないですか。3000円ってだって相当買えますよね、スーパーで3000円ってね。えみちゃんの好きなカラーは黄色かな。黄色好きです。注目されるって必要なんだろうね。いやでもなんかやっぱ意識が変わるんじゃないですか。やっぱ可愛くなろうとかさ、なんか私もさ、この前選抜としに選んでもらってから初めての公演だったんですけど、なんかやっぱなんていうのかな、もちろんいつもと同じ気持ちだけど、なんかこうさね、一つこうちょっと気が引き締まるじゃないけど、そうそうそう。お、そろそろランキング読んだ方がいい時間らしいのでランキング読もうかな。あ、そう、立場が人を作る的だね。22以降ってまだ公演出る、え、わかんないんだよね。それが今のところ出る予定ない。だって22は22公演して23、24って握手でしょ。26の週どうなんだろう。ね、あ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 、
間違えた。よし、ランキング読みます。13位チノちゃん、12位スロキチさん、11位サラマリさん、10位守護神、9位リョータさん、8位ユージロさん、7位セイチさん、6位 HK さん、5位オペラさん、4位ドイツメロンパンさん、3位ヨイチさん、2位ヨシコちゃん、1位リンタロウさんです。ありがとうございます。ヨシコちゃんとリンタロウさん、タワーありがとう、ありがたわ。よし、それでは切れるまでなんか喋ります。ありがとう、皆さん配信見てくれてありがとうございました。最近バタバタしてて12月全然配信できてなかったので、またタイミングで配信しますね。スクショはちょっとスクショできるあれじゃないけど、はい、あ、ほら見て、ほらこれ、このツヤは、うん、おばあちゃんから電話来た。ほらこのツヤ、これコラリッチのあれです。指ハート、今起きたの。1時間前にあのメイクだけ落として寝ちゃってたんですよ、ファンクラブイベントが終わって。そう、終わるかな。ありがとう。自己がじゃないのがあればぜひ乗っけてください。じゃあねー、バイバーイ、みんなありがとねー。ファンクラブイベントもありがとうございました。バイバーイ、明日ゆっくり休みます。おやすみ、ありがとう、みんな大好きだよ。